今容疑者が保釈されて出てきました。あれは3時のヒロインの福田さんでしょうか。注目が集まります。この度は私が10年前に引き起こした事件で皆様にご迷惑をおかけしたことを誠に申し訳ありませんでした。10年前 NMB48 のオーディションを受けて落選したことを今まで隠しており深く反省しております。誠に申し訳ありませんでした。皆さんどうでした。どういう思いでまずそのオーディションを受けたんですか。もしかしたらいけるかもしれないという思いがあったことは間違いありません。それは何に自信があったんですか。意外と可愛いかもしれないと。そういう妄想的なことっていうのはもう小さい頃からあの人が妄想そうです。子供の頃はそんなに自分の顔を可愛いとは思ってませんでしたが、いつからですか。じゃあ自信を持ったのは、いつからですか。自信を持ったのはお願いします。吉本に入った時に、吉本にしては可愛いんではないかと。じゃあ女芸人さんの中で何位ですか。あなたは女芸人の中では4、5位には入るのではないかと思っております。5位でいいですか。4位でじゃあ5位は誰ですか。5位はアンゴラ村長